下からルフィです。皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。よしやりましょう、ワンピースオデッセイ。さあまた菜の花に前回帰ってきました。前回ね、新しい力ヨイサートラベルっていう風にね、要はファストトラベルみたいなゲットして行けるところがね、ぐっと広がりました。まだこんだけしかないんですけどね。下によく見たら海猫だったっけ猫がいる。はい、ということで、まあそんな置いといて、さて今日なんですけどね、ちょっとなんかね、久々に菜の花戻ってきたら賞金首クエストめっちゃ増えてたんで、まず賞金首ボッコボコにしていきたいなと思います。さあこれ猛獣使いムージーで、猛獣を使った海賊行為、あの有名海賊団副船長をリスペクト、バギーのとこやな。さて東の海イーストブルーで名を轟かせていたバギー海賊団の猛獣に憧れている猛獣使い、ナノナ近郊砂漠の、迷いの峡谷へと向かったと情報があるぞっていう。ムージー受けておきましょう。モージーに憧れなんて妙な海賊がいるので、モージーって誰かしらね、覚えてない？バギー海賊団の文字使いよ、手足にも書いてあるでしょライオン使いの、もうあんま覚えてないじゃん。あ、覚えてる、変な頭のやつか、覚えてる、ルフィ、あんたがどの頭の変なやつか覚えてるか分かんないけど、多分それよ。何でもいい、行くぞ。あの当時は3人だったもんな。よし、じゃあちょっとこのやるか。ね、被害者の声、髪型がどうしても紛れできねえって騒ぎながら、うちを荒らしていきやがった。なん、あの変人、なんとかしてほしいぜっていう。おー、ここにね、マーク出てるね。あそこは多分、ね、今回わかるんだよね。ここでね、ナビバードがね、教えてくれたっていうか変だけど、ナビバードが案内してくれたさ、あのところなんだけど、ここの、なんかさ、一個だけなんかさ、全然違う方角行ってもね、入り口に戻されないっていう確かところがあったと思うんだけど、そこにやつがいると思うんだよね。なんでそこまで行きましょう。あ、ナビバードまだいるじゃん。戻ってきてくれてる。いいやつだな、おめえ。バイバーイ。そう、向こう入り。このムービーまたあるんだ、そもそも。あいつ、律儀に何回でも案内してくれんだな。いいやつだな。さ、確かここだね。おー、来た来た来た。ここの、東側に、変なおじさんがいるんで、そこの先行けるとこだよね。多分ここに賞金首が、あー、やっぱいる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 、絶対いる絶対いる絶対いる。いた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 。やつを、やっつけてやりましょう。おめえだおめえ。ねえ、賞金首、猛獣使い、ムージってこいつじゃない？ねえ、やるか。なんだ来たべらか、賞金稼ぎか。海賊です。そんなとこよ。バカ者が私に勝てるつもりかねえ。私はムージーかの有名な猛獣使い、モージさんの背中を追うものだ。なんでモージの背中を追ってんだよ。あんま似てないわね。あいつはもっと変な頭だ。うん、あんたが本当覚えてるか怪しいけど、そうね。なんだと？ああ、モージさんが変な頭なんだと。貴様らが、あ、貴様らあの方のヘアスタイルバカにしてんのか。きっちり調教しやがれ、覚悟しやがれ。さて、一般人 A かと思ったら、ちょっと待って、なんかとんでもねえ化け物連れてるけど、こいつねえ、ロックパンダ。いや、パンダは強えんだって、ワンピースの世界のなあ。行くぜ、ガトリン君。おら、いやー、結構強そうだな、これは大変だぜ。ラミスワン、やばい、結構効く。思ったより痛えなこれ。ゾロ頼むわ、最強のやつ、よろしく。せい。いやー、ゾロのは効くねー、やっぱり。何それ、回復かよ。おい、自分だけ回復するなよ。仲間の回復したれよ。これこいつら悪いやつだ。よし、じゃあちょっとロビンツワン、うわ、これ効くらしいけど、かわいそうやからな。トレインタフルール、いくぜ。強い、よし、パンダやっつけたか、これで。え、私、ラスト、ナミスワン通常攻撃でいいよ。いやサムージやっつけた。ロビン、怪我はない？ええ、頼もしい航海士さんのおかげね。文字使い、ムージの記憶の蹴りにしか絶対いらねえ。そんな、猛獣たちが私を置いて逃げてしまった。パンダね、うん、やはりこの髪型では猛獣使いとして未熟ということが。おかしいだろ。髪型関係ないだろうってな。おいしい。さて、また懸賞金3万8000円これ。さて
おい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 、取りすぎやって、3万8000円少なすぎるって、マジで一瞬で払ってくれるけど少なすぎる。いつ全部返ってくるの、絶対返ってこないだろこれ。じゃあ次のクエスト受けようか。ねえ、次は狙撃の天才、狙撃ラー、俺なんか聞いたことあるな。世界経済新聞から抜粋、狙った元は外さない、船長が狙撃手、異色の海賊団ブルーズアイヒッツをが率いる船長狙撃ラーだ。ねえ、狙撃の目撃情報からサンディ砂漠にある、砂漠の洞窟にいるとされている。だってはい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 、あいつが恐ろしい、大切な売り物の蜂の巣が狙われちまったんだ、商品を仕入れた帰り道いきなり四方からの狙撃だよ、ねえ蜂の巣が蜂の巣にされたんだよ、どういうことやこいつ。ねえ、狙撃士なんだって、狙撃ラーだと、狙撃の天才って書いてる。ウソップとどっちが天才かな、天才かなんだか知らねえが、やってることはくだらねえな、くだねえやつの名前がソゲキングと似てるのはやだ、チョッパーはこう言ってるからどうするそりゃそうだけどよ、どうするウソップ、捕まえろよウソップ、あんたの腕前ならねえ賞金は私のものよって。ウソップが逆に狙撃仕返したら勝てるってわけよ。よし、じゃあ行きますか今から。次狙撃キラーですね、次は。あれちょっと今ね、調べてたんだけどね、この今受けた賞金組ハントのさ、狙撃キラーがいる、サンディ大砂漠の砂漠の洞窟、まだ行ったことないとこですね。はい。ということで、ストーリーに戻りたいと思います。悲しい。はい。というわけで、サンディ大砂漠の、オアシスの前まで帰ってきました。水飲んだ、ルフィ。サンディオアシス。やっと水が飲める。飲んでなかったや、ごめんな。水ルフィ、あれを見て。何、どれどれ見たらいいの、ロビン。どっかから来たキャラバンみてえだな。それがどうかしてのか。結構ボロボロやね。あの荷場所、アルバーナの街でよく見たものと同じ。よう覚えてんな。おそらく、アルバーナの商業組合の場所ね。ほう。アルバーナ、じゃあ、あのリューサを渡ってきたっていうの。じゃあ、渡り方あるってこと。そうね。あるいは、別のルートを見つけ。聞かなきゃ、どうやって来たか。大きな手がかりね。ルフィにっこり。ねえあなたたち、話を聞かせてくれない？あの流砂を越えられるわけがないだろう。越えれんのかい。アルバーナに抜ける洞窟があるんだよ。おお。そこをなんとか突破してきた。洞窟、え、それってもしかして狙撃キラーいるとこでは？それ最高の情報だわ。マジかよ。どうもありがとう。でも洞窟に行くつもりなら気をつけろよ。お前なんかそんな顔してるのにって言ったらすっげえ失礼なこと言うけど、ええ声してるな君。サンディ砂漠でもめったにお目にかかれない。そうか。バカでっかいバナナワニがうろうろしてるぞ。うろうろしてるんか。ご心配なく、はい、うちには腕の立つ仲間がいるから後ろのみんな強そうだ。よし、じゃあ砂漠の洞窟、あーここだよ、ここ俺が行きたかったとこ。ちょうどいいじゃん。キャンプに持ってこいの場所があるよ。キャンプもできるわ、子供がいる。こんにちは。お父さん大丈夫かな、どうしたんや。パパンが何かあったんか。うん、あオアシスがあって大助かりだぜっていうことで、うん、水なしにはいかねえからな。こんなとこにこれあるじゃん。なんだよ今受けたとこ も戻ってたのに俺。でもここで改めて受けれるんだね。ほんと。ボンブリッジキャニオンに敵がいる。アルバーナ近郊にいるっていう。もう、未来のところもあるんだ。ここ数日で多くの人がちっこいオアシスに避難してきてる。国全体がやばいことになりつつある証拠だよな。だって。みんなここ集まってんだ。サブクエあるね、ここ。サブクエ受けるか。こんにちは。何してんだ？水の中飛び込みて欲求を抑えてんだよ。三時間今声出してたね。任せろ。ってことはなんかある。あった。で、サソリの足。どうした、レディ？クイズこそが世界、クイズこそが全て。私の出すクイズに答えてみて。新たなる挑戦者よ。何この子？変な子だ。んだこいつ。よくぞ聞いてくれました。私はゾーナ。いや、要はまさに大クイズ時代。その時代の担い手。マジかよ。お前すげえな。めんどくさそうだな。楽しいから一問でも出させて。まあいいけど、何大クイズ時代って。クイズは今世界をね、席巻してる。
で、みんなクイズ大好きだし、生活の一部になってる。ね、日常的な挨拶にもクイズってあるし、ね、ないだろ。ねえだろ。それに挨拶だけじゃなくて、強い戦士や兵隊だって、クイズでクイズ力を上げて、ね、斬撃や対術の威力を高める。いや、どういうことだよ。嘘つくな。クイズ力高めたら分かるわよ。クイズやらせてやる。ね、素敵な賞金あげるわよ、マジ。肉くれんのか？え、いや、それは。肉まあ、始めましょう。ね、よし、来い。これ、ワンピースの問題やったら俺、怪しいぞ。漫画しか読んでねえからな。映画とか全然わからんで。映画、アニメの問題はわからん。頼む。何これ。果実のような、毒蜘蛛の、名前は、イチゴとかじゃなかったっけ？正解。食べようなら数日後突然死しちゃうから気をつけるのよ。これエースが食ったんじゃねえかって言われてたやつだよね、多分。あの菜の花のさ、スパイスビーンズだっけ、ビーンズスパイスだったっけ、あそこのさお店でさ、ねえ、エースが食べながら寝たらさ、なんか誰も近寄らなかった理由ってそれ食べたからじゃねえかなって言われてたやつだ。俺知ってるやん。アラバスターを治めるネフェルタリ家第12国王の名前はねえビビペルね、コブラ。ビビは、ね、王女。ペルは、飛ぶ人。で、コブラさん。で、基礎知識は十分ね。倒された相手に弟子入りする動物の名前は、前回やっつけたよね。で、クーフージュゴン。正解。彼の実力は相当なものだから、手に戦いとこない方がいいわよ。やればね、正解よ。悪いいんだ。肉じゃねえのかよ。誰も肉なんて言ってないでしょ。ね、うん、これからもグランドラインクイズに、挑戦してくれたらお肉あげることもあるかも。ね、準備が必要なのよ。時間ちょうだいよ。いや、要はまさに大クイズ時代、ね、人々の記憶に残る最高のクイズを目指して中級の挑戦待ってるわよ。まあ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 、なんとかなったね。俺のワンピース力でもなんとかなった。俺のワンピース力でもまだあんの。ね、肉クイズできたか、ね、グランドラインクイズって言ったでしょ前回みたいに。いかないわよ。じゃあやるか。なんでクイズにこだわってんだ。強いて言えばクイズが広まってほしいの。クイズが世界に広まれば世の中は明るく楽しくなるはずだよって。そうかな、クイズ。まあでもみんながこうやってさ、ああだこうだって言い合って仲良くなるのは明るくなっていいかもな。うん、いい考えかも。挑戦してもらえないと困るわよ。商品もパワーアップしてる。いいものよっていうことで、グランドラインクイズさあ行きましょうか。サザエ船長とペスカトーレもらえるって。200ベリーしかくれねえ。安いだろう。で、来い。さて、バナナワニ巨大なワニの名前はバナナワニ。はい、大丈夫。砂漠歩くときは彼らの縄張りには近づかないように。死んだふりして、ダビーとか荷物を盗む動物の名前は、これ悪詐欺だったよね、確か。だから詐欺に取られたんだよ、あのルフィたちは。昔砂漠を越えてるとき、砂族じゃなくて近づかないようにねっていう。その時にまつげに出会ったんだよね、確か。さあ、レインベースにある最大級の歌手の名前は、スパイダーズちょっと待って、わかんねえ。歌手の名前レインディナーズ。スパイダーズカフェなんか違うよな。スパイスビーンはあのお店、菜の花。よかった、ビビった。レインディナーズ、ゴージャスな場所だから一度見てみるといいわね。よかった、ありがとう。分かってきた、クイズ。だから楽しくないこともねえけどな。ねえ、俺たち以外にグランドラインクイズ挑戦したやついるか？いないわ。宣伝してちょうだい。めんどくせえ。協力してよ。クイズ好きなんだな、そうだわ。クイズは人生そのものよ。上級への挑戦待ってるわ。まだあるの？ねえ、クイズだらけじゃん。やるけどさ。さあ、クイズこそが全てよ。またお願いよ。はい、新しいクイズか。うん、これが最後のクイズよ。答えてね。OK。いいよ、最後受けてやろうよ。だって、世界に羽ばたく。おー、他の場所でもやる目とか立ったってこと？うん、その通り。ねえ、世界中でやらないと。すげえな。クイズを広めることだから海に出て世界を駆け巡るわ。でも、ここでは俺たちにしか広まってないからな。頑張ろうぜ。はい、というわけで、クイズ研究家のバッジがもらえる。欲しいね、これ。受けよう。さて、サンドラ川にだけ生息する、めったに生息しない巨大なナマズの名前は、全く分からへん。え？サンドラなんとかやろ、絶対。サンディ、マレサンド、だからサンドラ、マレ、ナマズ。
正解、ああよかった。読み通りだった。人間が大好物だからあったら逃げる。え、これどこで出てきた、わからへん。知ってる人教えてコメントで。さあ、菜の花の名産品は、ダンスパウダーはダメだろ。エレファント本マグロは違うな。あれだっけ、あのルフィが処刑されそうな町、あそこ名前なんだったっけ、忘れちゃった。で、香水です。鼻が効きすぎる動物は倒れちゃいそう。さあ、アラバスターの、王国護衛官副官であるペルの通り名は、ハヤブサ、鷹の目のペルってかっこいいけど、コンドル、ハヤブサじゃないの。よかった、最強の戦士と言われてる。意外だ、なんとかなるだろ。俺ワンピース博士名乗っていいか。喜び方すげえバカっぽいけど大丈夫か。なあ、あなたたちはグランドラインクイズ初段の称号よ。いらねえけど、まあもらっとくか。どこ行くんだ、なんだ。いや、考えといて。実際会ってみたら分かるよ。元気でな、うん、やったー。要はまさに大クイズ時代。しばしさらばって、バイバーイ。ゾーナちゃんでした。変な子だったな、マジで。マジで変な子だったな、あの子。なんだこのサブクエは、とんでもねえな。だから装備もらったよな。チョッパー装備しようぜ、チョッパー。チョッパーマジ何も装備してねえから今。チョッパーの、クイズ探求家のやつ。おお、意外と体力めっちゃ上がる。イエーイ、チョッパー最強か、これで。まあ、こんなもんか、アクセサリーないな。よし。すっげえオアシスで時間食っちまったわ。へえ、レインベース目指してんのか。車掌機関で消えでもこの洞窟抜けるしかねえな。オッケー、洞窟抜けるか、とりあえず。の前に、ねえ、こんにちは。サンディオアシスって呼んでるんだ。サンオアシスだけあって水も潤沢にあるんだ。すごい水あるね、ここ。みんなここで生活した方がよくね。オアシスは共有財産よ。水はよこさないでねって。オッケーっす。じゃあちょっと一泊しましょう。腹が減ってるやつはいるか。さて、じゃあちょっとみんな話しかけるか。宴だ。おい、飯食おうぜ。特になんもない会話。ワフルドより大きな砂の花、海までどれぐらいあるのって。海なんかないって言ったから、いい加減理解してくれ、砂漠を。行けども行けども砂漠だ。ねえ、ゾロ大変やね。足腰鍛えられてるか。足が疲れたわ。ナミスワン、足マッサージしましょうか。過酷な環境で生きる動物は特殊な狩りの技を持ってることもあるから注意ねっていう。なんか砂の中からガブリンチョするやつみたいな感じだよね。それでは、砂漠は苦手だ、暑いのダメなんだ。それチョッパーそうやったな。ウソップのなんか塗り薬でもあかんのかな。ね、サンジキッチン。お、腕がなるな。これ持ってないやつある。ボーボー町の香草焼きだって。うわー、すっげー能力上がるけどこれ。ね、これだよな、サンドラオートカゲのやつ。一個作っとこうぜこれ。ね、いや、さあ食え。ありがとうっつって。いや絶対うまいだろうこれ。に棒刺してやってるだけやけどさ、普通にうまいよね、サイコロステーキ。よし、ありがとうございました、サンジ。また頼むわ。今回天然のフライパンじゃなくてリアルフライパンで焼いたやつやからな。多分うまいぞ。よし、じゃあ宴しましょう。よし、宴だ。今日も宴だ。宴のシーンってこれ1エモート1シーンしかないのかな。1パターンしかないね。チョッパーがいつも暴れ回ってる。チョッパーだけ暴れ回りすぎだろ、いつも思うけど。よし、それでは、砂漠越え。よし、して洞窟に行けばいいんだな。リュウサ越えか。レインベース行きましょうか。すごい体力ね。あれか、リムは大丈夫、もう疲れちゃった。まあ、無理すんなよ、ほんと。おお、戦う敵これ。え、敵だ。おーい、空風呪号、お前倒したらめんどくさいやつやん。で、あ、タラボがある。一体ぐらい倒してみるか。本当に弟子入りするのかどうか気になるよね、ボーボーションの卵。よし、後ろから当たって一体俺の弟子にしてやる。毎日俺のご飯作らせてやる。復讐される、怖い。よし、行くぞみんな。さあ、お前らをやっつける男だ。デイ、イエーイ、ナイスクリティカル。クリティカル出てんのか分からへん。あーい、
なんかあんま強くないよね、やっぱこの子らって。一筋縄ではいかなそうね。よし、まあ、パパッとトレインタフルールビータ強っ強っ、まあ、強すぎて今鼻水出たウィーン竜巻、はい、強すぎる。1700がやばいな。運ぼれはねえが、俺は仲間になるのかな。なるわけなかった。ただの雑魚的でしたね、空腹授業。さあ反対側にもね、宝箱あったね。よし、回収しといて、じゃあ洞窟行くか今から。うん、さあ洞窟の前になんか人がいる。うっす、この先は砂漠の洞窟だ。中は意外と広いんだが、凶暴な洞窟がバッコしてるから気をつけろ。オッケー、まあ、動物たちがいっぱいいるわけだ。みんな行くぞ。おう、さあどんな暴言が待ってるのか行ってみようか。涼しいのかなこの中って。あー涼しいかも。砂漠の洞窟、コウモリとか、あー出た、パンダいる。ロックパンダか、あれが顔怖いな、あのパンダ。うっつーワンツーやーパワーあれ筋肉じゃないよ。涼しい。あ、ここ涼しいね、やっぱ。砂漠に比べたらここは天国ね。ねえ、一応でも日光出てるとこは出てんのかこれ。で、これチェックしなあかんねんな、毎回ちゃんと。ここにもヨイサーの看板があるぞ。マップにポイントしました。あー、オッケー、これでいいんだ。こんにちは。今この洞窟が陸で唯一のルートなのにバナナワニが出るとはな。あ、バナナワニがいるんだ。ここ。だるそう。ちょっと待って、なんかそこにいない？うん？この上か？ここにいるよね絶対。あれ？なんかマップ見たらさ、俺のとこにいるんだよねやつが。あ、いた。どうも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 。狙撃の王様、狙撃らだ。なんだお前ら、見にようか。あんたが狙撃の天才ね。ミールが狙撃の天才にして狙撃の王者。狙撃の王様は狙撃キングだ。ウソっぱいもっとすごいぞ。誰だそりゃ、どっちも知らねえな。いつでも撃てきて立つぜ。勝負するか。ねえ、俺の名前はキャプテン、ウソップ。狙撃の王者なら誰も負けねえぜって。さあウソップ出すか、さすがに。お前負けねえ。なんかかっこいいぞミート勝負する気か。本物の狙撃手も見せてやる。あ、まあどっちが本物かすぐ分かる。うちの狙撃手の腕なめんな。すぐに行きます、バトルだ。ウソップ出てません。いつでもいいぞ。出す、ウソップ出してやろうかな、さすがに。よし、チェンジだ。よし、おお、ロビンさんとチェンジで。よし、まあ、スピードが弱点なんだろうな、みんな。やっぱそうだね。じゃあ、行ってやるか。こいつでいいか。いや、ダメだろう。ワゴーム。ワゴーム。いや、こいつしかできねえが。ゾロが、ゾロ。ゾロゾロするか。ゾロ頑張ってくれ、一旦。一旦頑張って、一人で。一刀流、よい。シッスンスン。スン。え、いいダメージ。はい、はい。大丈夫だ。私の番ね。ナミスワン。よし。まだ狙撃の力はなんもない。サンダーボルト。鉄砲が強いよ。強いよ。ナミスワン最強。ナミさん、何死んでんだこいつ。俺の仲間に手出すな。ルフィ怒っていいぞ。ルフィパンチや。おら。いいダメージ入っとるな。よし、じゃああいつどうする。レジストするこいつ。あかん、効くんかこれ。火薬帽子、狙撃で勝負だ。勝負、こっちは遠距離やぞ。ねえ、取りまー、殴っとっか。おら、いいダメージ効かねえ。効くな、ゴムだけど。俺に任せろ。効くな、ゴムだけどって、なんかちょっとあれやな、ダサいな。よろしく、サンジ君。ヘイ、キック、いい攻撃。あ、TP 最大。サンジいつも TP 最大になってるな。チュン、全然効かへん。TP 最大だった。おお、いいね。TP 最大までね、貯めたいんだよね、前全員ほんと。
気持ちは。よし、 TP ためとしてただ倒してもたよこいつ。この喧嘩よし、狙撃キラー。見世界は広い、ミーより上の狙撃手がいると。そうだな、うん、で島から出たことないから静かで広さ知らねえんだ。ミーの負けだ。天才狙撃キラー様に足りないものがあったということか。そうだな、花花だな。そうね、花ね、なんで花なんだよ。花が足りん、花だろ。花の長さが足りんだ。あそこで狙いつけるからな、やっぱ大事だよね。3万円なあ、取られすぎなんだよなマジで。こんないい話だけどこいつら捕まってんだよな海軍に。かわいそう。インペルダウン、インペルダウンだっけ、あと なんだっけ、インペルダウンだよな、インペルダウン、インペルダウン言ってんのかな。な、元気出せよ。さて、うい、赤サソリ出て上帰る、あそこか。よし、じゃあ次倒そうか、もうせっかくだしね、賞金食いいっぱいやってんな今日は。会長海賊ガルダルということで、こいつやりこうか。迷惑遊戯、悪の海賊団暴れ丸、ジェルマごっこで各地に被害、なりきり海賊団に気をつけろな。ジェルマごっこしてんのかよ。今度今はアラバスタに上陸しており、サンディ大佐国にあるボーンブリッジガニをオンスミカにしているっていう変な奴らだなこいつら。なんだ、鳥かこいつ。まあうちの船員はトナカイだし、そういうこともあるんだろう。なあ、ジェルマごっこだと、ね、あんな奴らの格好を真似して何が楽しい。サンジが倒さなあかんわこれ、さすがに。お前監禁する気満々だな。よし、変な笑い声が響いたかと思ったら、あいつら高いところが飛び降りてきやがった。しばらくその場にうずくまったけどな、その後大暴れ、俺の荷物も奪われちまったし、ね、荷台も奪われちまったし、大変な被害だよ全く。よし、じゃあ今日こいつら倒して終わりにしようぜ。さあ、いたね、ここだね。荷台しかねえけど、あら、わっは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 、出た、高いところだ。うっ、あそこ見ろ、誰がいるぞ。あれがガルダルかである。うん、なんか言ってるだけ聞き取れないわ。うん、やるか、降りてきなさーい。お、ああ、高いところから。何がしてたこいつら。海軍に見えが、てめえら賞金稼ぎの海賊か。どうした、てめえらが何者だろうと。ジェルマの総帥、ガルーダのごとき強さを持つ、ね、俺の敵じゃねえ。ガルーダだと、海の戦士の空か。ねえ、ジェルマのファンでな、総帥の会長は俺の憧れ、悪趣味な野郎だ。てめえ、ねえ、ジェルマの良さが分かるのはかわいそうな野郎だよな、お前ら。おお、そういう俺はレッド風、私はピンク、うん、色だけやろほんま。ブルーチョウ、グリーンテイ、服の色はな、ブラック式。いや、ほんとの裸じゃねえかお前。いやいや、俺のスーツは透明か、誰にも見えない。これ3時です。そんなことね。見てんだよ。どうすれば。女よ、いや、ブラックになりきれない。頭の中までそっくりじゃねえか。あ、だとこら、座りを。待て待て。いや、本物やぞ、見てわからんのか。くそ。悪趣味のやつらだ。ジェルマイ見せてやる。さて、変なやつらと勝負です。ガチ変なやつらじゃねえか。行くぞ、俺についてこい。じゃあナミスはいつものよろしくお願いします。電気落としましょう。数多いな敵。サンダーボルト、テンポ便利。そう、麻痺するから強いんだよなこれ。よーし、さあ動けない。おっと、動けねえやつおるな。ぶっ飛ばしてやる。さあ、ルフィ、ルフィほぼ全員に対してマイナスっていう、もうマジ終わってますが大丈夫かこれ。終わってますが大丈夫ではないかも。機関、ちょ、助けてあげよう。そこ撃つか。必殺おれ、うわ強っ。
なりきりブル撃破。さあルフィ、ルフィどうしよう、マジルフィあかんかもしれん。チェンジしようぜ。これゾロ頼む。やっと俺の出番か。よし、さあゾロは次にする。サンジ君、サンジ君も結構きついなこれ。うん、まあいい、行くか。よし、こいつだったら殴れんな。すごい強い、いい攻撃。ブラックこうゾロの相手にぴったりかもしれん。通常攻撃でやる。こいつ切らせロボット。まだまだいや、スコップ持っていいかと思った。いやそれ痛いで、ね、ささ切られたらナミスワン。いや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 、痛い。敵の攻撃、サンジ出血。サンジピンチやんけ。気合切り、痛い、やばい。本物のジェルマやのに、なんてことすんねこいつら。ナミさんまたお願いします。サンダーボルト、もうとりあえずこれが強いから、とりあえず一番強いからこれが。サンダーボルト、よーし。さあレッドやっつけた、いいね。気を抜けんな。いやいや、サンジがやられる。よし、じゃ次また火炎星、そこ二人やっつけるんじゃねえこれで。おらい、いや一体残ったか。よし、ピンクやっつけた。痛い、きっちり肩をつけるとするか。さあ、あとこいつか。まあ虎狩りしとくか。ナイス、ブラック三十もどきやっつけた。ほら、くらえ。バースコード、よし。さあグリーンもやっつけた。さあ残ってるのはね、ボスだけか。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。でもこれ効かねえもんな。ウソップワクオーム、ワクオーム効かねえ、騙されない。ウソップハンマー、強よ。やっぱハンマーってことか。はいっす、みんな集まれー、殴れーも、イエーイ、顔面キックして遊ぼうぜ。俺の出番か。こいつ切り刻んで遊ぼうぜ。勝てえなこいつ、地味に。覚悟しなさい。ナミスは、ナミさんも TP ねえわ。殴って、殴って遊ぼう。みんなで、みんなで攻撃ボタン連打しよう。あとはサンジ君、とどめよろしく。よし、さあやっつけたかな。さ、ディナーの準備に取り掛かるとするか。大変な賞金組だったぜ。ジェルマンはこれぐらいで諦めない。お前ジェルマンじゃねえだろ。次回はお楽しみに。ああ次回はねえよ。ねえ、何でもいいわよ、監禁よ。おいおいよし、さあね、ジェルマンなりきりごっこ軍団捕まえて3万円。いや、安いよな、ほんとに。マジでこれやる意味ねえレベルで少ねえけど、お金貯まってるか今。あ、でも94万、100万の目標まであと少しだね。貯まってきたわ。よし、じゃあ皆さん今回ここまでにしたいと思います。ワンピースオデッセイ、さあ次回がこの砂漠の洞窟抜けていきたいと思います。で、賞金組が残りは多分ね、この向こう行かないとできないクエストだと思うので、ゆっくりやりつつ、ね、まあメインも進めて、サブも進めて、全部進めて、このゲーム遊び尽くしましょう。はい、それでは、チャンネル登録していただいたチャンネル登録高評価よろしく。また見てくれ。おつぽよ。この水全部飲むか。